元気でーす。やっほー。はずきー、あ、来た、2000人も来た。こんばんは。12月21日火曜日の乃木曜日を担当する向井はずきです。よろしくお願いします。イエーイどうも、今日何してましたか？はじめまして。お久しぶりかな。久しぶりだっけ。なんかアンダラの後かなんかにやったから1ヶ月ちょっとぶりくらい。さっきさ、私なんか最近頑張って歩こうって思ってて、だからここに来る何駅か前から歩いてきたんですけど、乃木曜とかショールーム配信って自メイクなんですよ。髪の毛も自分でやるし、メイクも自分なんですよ。でお家で やってきて、まあ頑張ってこうショールームのために崩れないように行ってきたんですけど、その何駅か歩いたせいで髪の毛ぺちゃんこになっちゃって、ほら前髪ね、くるんってやってきたのに前髪ぺちゃんこになっちゃったんですよ。アイドルってさ、前髪命なのにさ、ショックだからちょっとほら長い目にかかってる。まあそんな日もありますね。ありがとう、かわいいですか？ありがとう、嬉しい。はい、そんな感じです。今日ははい、じゃあね、早速ですけど、乃木曜選手権やりたいと思います。あとでみんなのコメント読むからね。まず乃木曜選手権やります。今週、あ、何、ペンライト、かわいい、ありがとう。そう、来週じゃない、今週の土曜日がクリスマスっていうことで、今週はプレゼントを開けようっていう企画で戦うみたい。このね、ラッピングされてるんだけど、この袋をの中身をなるべく早く取り出すっていう選手権。袋の中に箱もあるらしい。へえ。で、昨日が、え、黄色いサイリウムだ、ありがとう。昨日のなおちゃんが33秒なんだって。わ、結構頑丈かもしれない。じゃあ今回も乃木曜日じゃない、素敵なプレゼントをゲットするために頑張ります。わ、サイリウムいっぱいだ、ありがとう、嬉しい。黄色、紫もあるんだ、いろんな色あるんだ、かわいい、ありがとう。じゃあ早速始めちゃいます。いくよ、ちょっと拝見させて、どうなってるか。いきます、よーい、スタート。わ、こういうのさ、慌てちゃうからダメなんだよね。わ、テープがついてるよ。は
はい。あ。22秒。すごい顔だったんじゃない？多分今。22秒だって。ゾロ目です。あ、 22.54 かっこ、あの字を書いちゃった。点かっこしときますね。かっこ 22.54。はい、はい、以上です。これ私結構ね、乃木曜日選手権優勝すること多くて、だから結構頑張った。ありがとうございます。はい、じゃあ皆さんお待ちかねのコメント読みタイムします。いいよ、何でも書いてください。あ、25日のミーグリ行くよ、ありがとう。そう、さっきね、あの今日の乃木呼び来る前に25日に着るサンタコス買ったの。だから来てくれる人楽しみにしててください。紅白ではきっかけを歌うんですよ。そうそう、さっき発表されたのかな。そう、紅白はきっかけ。なんかさ、きっかけってすごいいい曲だけど、すごいなんか卒業も絡んでるから寂しくなっちゃいます。でもなんか東京ドームのね、あの演出がすごく良かったから、なんかまた全員で歌えるのがすごい楽しみです。すごいコメントね、読もうって思ってるんだけどね、ちょっと待ってね。あ、とっさのセンター感動した、ありがとう。そう、生田さんの卒業ライブでとっさアンダー曲でセンターをやらせていただいて、本当にありがとうございます。嬉しい、頑張った。すごい、ちょっと待ってね。あー、ありがとうセンター、よかったね、よかった、よかったよ。なんて、あ、ミーグリでも会いたいけど、やっぱり握手会でも会いたい。もうみんなそうだよ、それはみんな一緒、私もそう。早く会えるといいな。待たない、待たない。大好きを言って、大好き。すごいコメントいっぱい読みたいんだけど、共通の話題がなくても握手会に参加していいですか。もちろんですよ、共通の話題なんて全然ない。みんな急に寒い、急に寒い。服見せて、服、これワンピース、今日は、今日はワンピース、かわいい、可愛いでしょ。髪の毛もね、やったんだよ。後ろにね、アクセついてるんだけど見えない。見えたかな。寒くないの？コート着てきたよ。はずきちゃんのもばめ取っていいですか？もちろんです。
3番目の風でいくちゃんとハグできてよかったね。そう嬉しい。ハーフアップです。じゃあ、あ、忘れてた、一応話すことがあるんだった。12月15日にアルバムのタイムフライズが発売したんですけど、それの個人ジャケ写をちょっと今日は用意してもらっちゃいました。じゃんじゃん、これはずきです。はずきの衣装、これこのねジャケ写ね、1月31日までね買えるらしいの。だから葉月がたくさん宣伝する、割れてますよって。はい、一人何枚買えばいいですか？どこで買えますか？ホームページに飛んでみたら買えると思う。で、聞いてくださいよ、聞いて。これね、これね、お母さんがね普通にネットで買ってくれたのお母さんがネットで買ってくれたのね。それで届いたって言って開けたら私のサイン入りの生写真入ってた超笑っちゃった。すごいけどファンの人に当たってほしかったびっくりした。後で写真載せますね。じゃあ笑っちゃうよねでもちゃんと自分のジャケ写だから、会社からもらえるから、それも渡して、それはお母さんのお友達に行きました。地引きだってさ、私でさえさファン歴5年4年半ぐらいで初めて南さん地引きしたの1回だけなんだよ。地引き1回なのにお母さんはそのなんかサイン入りなんかゲットしちゃって、ずるいよ。あのね、南さんの地引きしたのはいつだっけな、何度目の青空かの制服の時だった気がする。あ、見て、ここに赤いのできたったクロミンも当たったらしいね。え、そうなの？クロミちゃんすごっていうか、誰の買ったの、クロミちゃん気になる。真夏さん、真夏さんの買ったの？クロミちゃん真夏推し、真夏さん、クロミちゃん真夏さん推しなんだね。そうなんだ、知らなかった。葉月推しは葉月推しないのかな。こんな感じかな。近況報告、あ、やばい、近況報告します。こんばんは。12月14、15で生田さんの卒業コンサートがありました。あ、そう、ちょっと話しちゃったね今。なんかね、横アリってすごいファンとの距離が近くて嬉しい。だってね、もう肉眼でねガンガン見えるの。だから楽しかった。でもなんか結構その外周で踊る曲が多くて、
踊ってたんだけど、なんかさ元気系のさ指棒とか指望遠鏡とか、なんかバイシクルとかファンの方とこう一緒に盛り上がって歌う曲だったら距離近くてもいいんだけど、その外周で踊る曲がシングアウトとかだったの。シングアウト綺麗にこうやってやったりしてるじゃん。そなでファンの方と一緒にこう盛り上がっていく曲じゃないからすごい恥ずかしかった。もう目の前でじーっと見られてるからすごいどこ向いたらいいって 恥ずかしかったけど、でもシングアウトめちゃくちゃ練習したかした曲だから、もう近くで見てもらえてよかった。ありがとう、近くで見てくれた人ありがとう、ダンス綺麗だった、嬉しい。ブータン良かったよね。ブータン出てないけど私は。そう、みずきのねブータンの面白い動画あるからね、いつか出したい なんとかさんがはずきに期待してるって、ちょっと待って、英語ローマ字読めなかった、早くなかった。めっちゃタオル振りました、ありがとう。タオルもすごい見えたし、なんかあれかな、気のせいかわかんないけどすごいねはずきのタオル多く見えて嬉しかった。あーここにもいる、ここにもいるって。アイソレうまくできますか？アイソレ苦手です、できない。これ できません。アキラサンセットさんありがとうございます。ハズキに期待してるだっけ、ありがとう、嬉しい。お、1万人超えたって、ありがとうございます。そう、今回のライブではね生田さんと写真撮れなかったんですよ。だからすごい焦ってたの。だけどまだ紅白とかあるし、まだ10日ぐらいあるから絶対にどこかを狙って写真を撮るぞ、応援してて。もう本当にダメだったら合成するから撮れなかったら。そうそうね、こんな感じかな。あ、宿題やっちゃいましょう。じゃあ、はい、じゃあここで昨日のメンバーからの宿題をやります。はずちゃんへ、なおと一緒に行きたい場所はどこかありますか？ちなみに私は遊園地とかお家とか焼肉です。ゆみきより、ありがとう。なおちゃん、なおちゃんと行きたい場所、遊園地とか焼肉とか、まあうちでもいいけど。あ、わかった。あのね、この前ね、あやとみずきとしゃぶしゃぶ行ったんだけど、そのお店がすごい美味しかったからそこ行きたいです。多分これなおって書いてあるからさ、なおって呼んでいいってことだよね。じゃあなおって呼びます。なお行こうね、しゃぶしゃぶ案内するから。はい、で次回メンバーへの宿題も出さないといけません。え、かわいいんだけど見て、おごりですよもちろん。なおの、次回メンバーはズルズルズルみなみです。梅沢みなみです。
南へ、南へ、ハート。はい、みんな宿題出してください。みんな、梅、梅じゃなくて早く宿題を出してください。梅もういいから、副キャプテンもいいから、早く宿題出して。バブリーダンスを取って地獄。早口言葉、クリスマスの思い出。え、なんでそんなバブリーダンス。牛タンやってください。牛タンの自己紹介。梅100個食べて意気込み、何の意気込み。シンクロニシティのアナウンサー風に何か。あー、なるほどね。あ、朝アナウンサー風に、告白葉月に髪ツインテールか。アナウンサー風に、英語で自己紹介。あ、アナウンサー風に英語で自己紹介か。なるほど。アナウンサーって告白するの。確かに。アナウンサー風に英語で自己紹介。自己紹介とかさ、すごい安易だよね。自己紹介あずきよりちょっと、はい、あと6分。はい、アナウンサーで英語で自己紹介。アナウンサー風に英語で自己紹介か。難しそう。楽しみにしてて。もう絶対視聴者多いじゃん、面白そうすぎて南は英語ペラペラだっけ。そうそう、英語ペラペラM1 見た見た。葉月も上沼さんがおっしゃってたように、もう4分でモグライダーさんのファンになっちゃったで、もともと錦鯉さんは去年の M1 から結構見てたから好きで、だから嬉しかったし、モグライダーさん面白かったよね。トップバッターうわって思ったぐらい本当に面白かった。でもモグライダーさんは来年もあるから、来年はもう優勝してほしい。優勝とか3位とか2位とかになってほしい面白かったね。おすすめ。来年はどの曲でセンターやりたい？来年はね、どの曲でセンターやりたい？え、なんだろう。なんだろう。出てこない。もう卒業された方の。あ、じゃあ結構私可愛い感じの曲
やらせていただくこと多いから、かっこいい感じの曲でちょっとやってみたいなって思う。あ、ブランコ、あ、ブランコいいね。命とかブランコとか確かにやりたい。フィンクロって何？フィンクロってフィンガーズクロスとシンクロ混ざっちゃってるじゃん。フィンクロ全部これで踊るの？はい、あと4分ぐらいしかない、あと3分ぐらいしかない。なんかやることあるっけ？ないね。よし、じゃあずっと喋れるから、初恋の人センターやったことない、やってみたい。あ、フィンクロってゴミフィンのことか。え、メンバーでフィンクロって言ってる人いないかも、笑っちゃった。ゴミフィンっていうかみんな。あ、そう、じゃあ告知しますね。今ヤングマガジンが発売されてます。インスタでも告知してさせていただいたんですけど、アンダーメンバー、3期生のアンダーメンバーで撮らせてもらいました。発売中です。ヨダが表紙のやつです。あと明日の新内さんの ANN に出させてもらいます。水木と出ます。で、今週の日曜日にラジラーに出ます。ゲストは私とカキちゃんかな、で MC がセイラ。あの、いっぱい出させてもらうので聞いてください。ぜひラジラーダブルムーンだって。ありがとう。3期にアナスターシャ歌ってほしい。歌った、この前の3期ライブで、大好きな曲です。でさ、ゆっくりと咲く花がさ、やっと聴けるから嬉しいよね。あのアルバムに入ってるから。はずきウィーク、じゃあスクショタイムしましょうか。はい、チーズ。はい、チーズ。そろそろお時間です。あと45秒ぐらいで、なんか7時からなんかの配信があるっぽい。あ、嘘、間違えた。なんでもないです。はい、そんな感じですね。はい、乃木曜日火曜日終わりのお時間となります。皆さん、良いお年を。次回の乃木曜日の配信時間は決まり次第公式ツイッターでお知らせします。それでは、向井葉月でした。ありがとうございました。良いお年を。紅白見てね。あ、私が切るな。バイバイ。